はい、どうも、アンティルトン2リプレイしてまいります。フラッシャー猫です。前回、なんか謎の人物のなんかねじろうみたいなところまでは来ました。今回はヤプを追いかけていくってところから。でもここが開かないんだよな。こいつになんかこれ使うのか？骨だよ、オオカミちゃん。ダメ？ほら落ち着け。さあいい子だ。さあいい子だ。いいぞ。どうだ。気持ちいいか？だろう。お前だって可愛がられたいんだよな。やべえ。思ってた以上に物分かりがいい。だんだん可愛く思えてきた。じゃねえよ。俺どこに行くんだ。こっち行くわけじゃないのか。違う？あ？あれ？犬のところに行くんじゃないのか、それ。あれ？違うのか。じゃあもう一回犬と交流深めて。よし、いいこと、いいぞ。グッバイ、グッバイ。あれ？違うの？鍵がなんかあんのか、もしかして。あれ？でも、そんなのは。あ、こっち？もしかして。あ、こっちだわ。おお、様になってるな。あれじゃあ、なんか犬に、と友好を深めたのは何かのフラッグか？うわ、なんだこれ。こっちは何もねえか。じゃあ行こう。地下？その前周り見てみよう。地下は行きたくねえよ。お、なんか落ちてる。あ、トテムだ、やっぱ。ゲッチュー。え？死のトテムやんけ。しかも自分の。最低。なんだ？ライターで何かを爆破したな。ってことは、この先、ライターは使わない方がいいような気がしてきたな。あ、でもライターを使わないと誰かがその代わりに死ぬってことか。ってなるのは誰かによるな。まあ、高飛車女だったら喜んで殺してもいいんだけど、まあ、クリフだったら、見捨てるか。ちょっと待って、手前調べよう、その前に。これマジであれやな、好き嫌いで、すげえ、人の生死選ぶよな。前回ジョッシュ選んじゃったのはまあ女性だから、あれやな、さすがに。片っぽが女性だから思いっきり選んだけど。正直あれが男と男だったら。開かない。あれが男と男だったら喜んで、
どっちかの人間フェンで見捨てたけど。あ、やっべえ、火吹いちゃった。逃げろ。おお。あ、そうだ、そういえばこの監視カメラ。ロープウェイで見た時の監視カメラもこあれだったんだよ。この家の中が映ったんだよ。くそ、鍵が何なんだよ。マジで状況がどんどんヤバくなってないかこれ。ところ変わってマット君たち操られてるね。超ヤバいね。ジョッシュが死んだなんて信じられない。俺だって信じられないさ。もしそれが勘違いだとしたら、え、事実かどうかナヤを確認すべきだったんじゃない。どうかな。もし確認してたら一生その光景と付き合うことになるかもしれないし。ええ、そうね。でも自分の目で確かめないとでしょ。俺は二人を信じる。まあそんな死んだなんて冗談言うわけはないわな。そうそう、見ろ、オロだ。こいつは使える。手がかりを発見。斧。おおノー。今度は何？鍵がかかってるよ。ドアを壊してくれる？おい、待て。ドアなんか壊したら音で気づかれる。じゃあ他にいい案でもあるわけ？そうだな。あそこは？ほら。何？窓だ。すごいじゃない。リップクリームがやっとすり抜けられる狭さ。いいから。あなたがすり抜けるのは無理。じゃあお前ってこ。俺は無理だ。でも君なら。正気？あの小さな穴にねじこもってわけ？超細いジーンズはよく履いてるだろ。は？どういうこと？才能だよ。よく考えなさいよバカ。もしかして殺人鬼が窓の下で私たちを餌食にするために待ち構えてるかもでしょ。ああ、わかった。行くぞ。切りつけて。それから。結局壊すの。えい、やった。あー、やった。はい、予測は気を切る。へいへいほー。開いたな。めちゃくちゃかよ。なんだよ。何があったの？マジかよこれ。数時間前までここにいたのについさっきやられたのかも。一体何が起きてるって言うんだよ。殺人鬼の仕業よ。あいつがクリスタ・アシュリーを捕まえて上司を。俺たちがここを通るのも知ってるはずだ。ねえやめてよ。見ろ、ケーブルカーが移動されてる。あれってそれほど遠くないよね。マットなら飛び乗れる。バカ言うんじゃねえよ。でもあれは無理だ。嬉しいけどね。でもあなたが飛び乗れないんならどうすればいいわけ？わからないよ。ちょっとてめえで考えるんだよ。全部壊されてる。これも全部計画のうちみたいだな。調べよう中をまずは。誰かが思いっきり暴れ回ったみたいだな。ただでさえボロかったのに、こんなに荒らされるなんて。見てよ。ねえ勇者さん、ケーブルカーを動かしてここから脱出するってのはどう？通信塔で連絡するって方向を選べや。ちょっとは。あ、有効的だ。ダイ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 。有効的か？どっちかって言って攻撃的の間違いですか？ん？おお？これは？最高。あ！キーがないのか。これは振り出しだな。そういえばあの通信塔は地図で見つけたやつ。ああ、
だから言ったら試してみるか。無線とか電話とか何かあるはず。ないとおかしいよね。多分ね。マット、無線のところまで行きましょう。もうケーブルカーは無理そうだし、ここは同意するべきだな。そうか、無線を使えば助けを呼べる。誰かが信号をキャッチするかも。あれ、まあ、なんか冴えてる。無線、頭いい。なんだよその態度。そんなことしてる場合じゃないだろ。ねえマット、黙って。なんだ、ロマンチックさはそんないらねえよな。ちょっと待って、これがなんか気になった今の。大丈夫かこれ。今出てきたバタフライエフェクトのが、あ？何してんだこいつ。どうしたの美人さん。逃げ道を探してるのよ、脳筋くん。はしご？ああ、早く行けや。早く行けや。ねえ、いいもの見つけた。私についてきて。ろくでもないことじゃねえな。ねえ、降りてきて。ここから出られるわよ。あっぶの。大丈夫か。ありがとう。ねえ、先行ってくれる？私を守るために。そうよ。落ち着いて。なんかすげえルート行ってんな。少しだ。なんだかめまいがする。下を見るな。ああ、よかった。もう二度とやりたくない。どうかだね。自分で提案しといて、それか、この女は。お前、あれか、ビッチ2号か。使えなかったらどうするの？何が？無線よ。使えるって。でも、ダメだったら、何か考えないと。ダメだったらダメだったら、その時で。降りるとかどう？降りるって何を？この山を？本気で言ってるの？それは無茶だよ。空に浮かんでるわけじゃないし。そういう問題じゃない。真っ暗なんだよ。うん。降りたくはないけどさ。殺人鬼がそう簡単に諦めると思ってるの？いや、でもどこか探してしばらく待つってのはどうかな。まあ夜明けまで待っててない考える。考えやすい。少なくともロッジはダメね。あそこは奴の思う壺よ。まあ別の場所を探さないと。まあ、ちなみに私、この女とジョシュ君、どっちがマップタップになるっていう話だったら、私迷わずジョシュ君を守るな。今のところこの女の壁今一番最下位にあるんで。まあでもね。フラッシャー映画においては絶対あれで、協調性ない人間は必須ですから。そういうのがいないと話が、ね、進まない。お、新しい、とても見てた。これの中身は何じゃろうな。あ？幸運のトーテム。クリフト、もう一人のあの子、なんだったっけ名前。あの子たちがどっかで助かる話か。おい、どこに向かってんだお前。ん？足元に気をつけて。わかってるわよ。今夜の予定に雪だらけの崖から落ちて死ぬってイベントは全然入ってないし。デンジャーか。クリフ？クリフハンガー。
今の何？何？何？もうワピチの群れが襲ってきた。やばい。ワピチの群れが襲ってきた。あ、みんな来たぞ。ニューヨーク信者。なんか後ろに変なのいるじゃん。え、無視？あ、はい、お疲れ様でした。誰？誰？なんか誰なの？すごい変なあれだったな。ねえ、何してんの？変態ごっこ。変態ごっこしたいね。そう。おっと、みんな入浴してんだぞ。お、前よ、そのまま前よ。バカ野郎、何やってんだお前。あ、触れ、ちょっと待って。あ、タオル巻いちゃった。サム、お、意外とある。お、これ、ちょっと待って。ちょっと待って。横のポージングを。あ、違う、違う。うん。いいね。あるよ、ちゃんと。出るとこ出てるよ。そうだよね。こういうサービスシーンがないとフラッシュ映画なんだから。最悪、服、ひどくない？私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから。こんなの面白くないからね。やりすぎ。服がないの？クリス？ジャッシュ？一体何？なんだこれ。風船があっちを刺してるぞ。あっち行けってか？お？おお！ここは、半裸を楽しみたいところなんだけど。そんな余裕が一回ないっていう。マイク、エミリー、もうそろそろギブアップなんだけど。ほんと超面白かった。ははサムがタオル巻いて歩きました。じゃあサムがタオル巻いて早く終わりにしようよ。いい？満足した？サムがタオル巻いて歩きました。アイマルみたいな。これ風船通りについてっちゃっていいのかな。もういい加減服を返してよ。それとも週末はずっとタオル巻いて過ごせって。しっぽいで冗談じゃないんだよね。タオルでないんだ。私をビビらせようってならほらこの通り。という冗談も言ってられない状態なんですよね今。あれ勝手に歩いてる。どこに行っちゃったわけ？サム、どうし、ちょっと勝手に。後ろにいる。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。ストークラン。やあ、サマンサ。殺人鬼？お探しかね。頑張って見回しても意味はないぞ、サマンサ。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ？目を開けるんだ。キャー！ニューヨーク市に取られた。実に美しい。
変態だ。お風呂を楽しむことにする。これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれない。なんで私にこんなもの見せるの。なぜかって。ジャンシュン、これを見てどう。ジャンシュン何をしたの。あ、女子の死亡シーンだ。バム。見える。飛び越えろ。そんなところ隠れたって速攻でバレるっちゅうの。あー、危ねえ。逃げろ。そこもバレる。あれ、足引きぶってるってことはあれ、冗談でしょ。何なのよ。引っ張る。早く。あ、こっちか。あぶねえ。ここ隠れられそうなところは？早く。あいてえ。こんな半裸でこんなところ来なきゃいけないの？なんで？あ？何ここ？え？うちからどこに繋がってんのここ。いや、逃げるべきだな、まだ。うわぁ！しまった。先回りされた。ほら、どうやって面白かっただろう。よくやった。ゲームはうまくいっているようだね。失敗したよな。そう。私たちはこれまで君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った。君が恐れているもの。死に対する恐怖。何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために、その結果がこれだ。どれだ。わお。ジョッシュくん何回目だ。どういうこと。嘘でしょ。早く逃げないと。何が起きてんだよ。こんなのおかしいよ。助けを呼びに行こう。誰誰なの。やあ、サマンさん、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マット、今の何。知るかよ。チャプター6、復讐。夜明けまで5時間前。チップケン。
よマット、襲う気よ。どうせ鹿、ほらマット様の踊りじゃ、ほらほらほら鹿が舐めんねえ、これほらほらほら肉にして食べちゃうぞお前ら、ほら一匹のクラブ食べちゃうぞ、全部鍋パーティーにするぞ、ほら焼き肉か、それとも焼き肉か、ほら焼き肉はいいのか、なんだ焼肉かここにやろう。あ、やべ、マット落ちる。おい、危ねえ。未亡をつかめ、えいっえいっえいっ、上に登るんだ、はいっ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 、私につかまして、はいっ、捕まえた、危なかった、危なかった、本当に、よくやった、大変感動した。分かったから後にして、とにかく鹿たちに見つかる前にここを離れないと。あれ、あんなに大量にいたのにもういなくなっちゃったんだ。エミリー、崖の上、2時21分。はい、というわけで、鹿の群れから逃げたところで、ここで一旦クリーたいと思います。では次回、アンティルドーン実況を楽しみに。それでは、また。